シェノルゲネッシュは、トルコトラブゾン出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはゴールキーパー。現在はトルコ代表の監督を務めている。フィファワールドカップ日韓大会でも母国を率い、過去最高となる3位の実績を残した。1967年にエルドード・ゲンチュリクのユースチームでプレーしたことに、キャリアは始まる。 その後、トラブゾンスポルの下部組織に移籍し、後にトップチームに昇格した。1972年から1987年まで同クラブでプレーし、その間6度のスユペルリグ優勝に貢献した。トルコ代表として31試合に出場、うち5試合でキャプテンを務めた。現役引退後、トラブゾンスポルの監督に就任した。1995から96シーズンでは、 終盤まで首位を走る活躍を見せたが、2位に終わり、リーグ優勝を逃した。翌シーズンは UEFA カップに出場し、シャルケレイオンを破っている。その後、アンタルヤスポルなどの監督を歴任し、2000年からトルコ代表監督に就任した。ユーロ2000で初のベスト8進出を果たすなど、着実に力をつけてきたトルコ代表だが、自身の就任後も、 会進撃を続け、2002FIFA ワールドカップヨーロッパ予選では、オーストリアとのプレーオフを制し、48年のブランクを経て本大会出場を果たした。本大会では、ハカンシュキュル、リュティュ・レチベルラの活躍により3位入賞を果たした。大会後には、ギリシャ、ブラジル、スペインからのオファーがあったものの全て断っている。FIFA コンフェデレーションズカップ2003では、 グループリーグを突破し3位に入ったものの、ユーロ2004予選プレーオフにてラトビアに敗れ、代表監督を辞任した。その後再びトラブゾンスポルで指揮を取った後、2007年シーズンから3年間、K リーグ FC ソウルの監督を務めた。現在は再びトラブゾンスポルに戻り、2009から10シーズン途中からは4度目の監督就任となる。 2016から17シーズンより1年延長オプション付きの2年契約でベシクタシュ JK の指揮官に就任。就任初年度からリーグに連覇を達成した。2018年4月19日に行われたフェネルバフチェエスケートのダービーマッチにおいて観客席から投げ込まれた物体によって頭部を5針縫う列車を追う。その後病院に搬送され試合は中止となった。 2019年2月には自身の希望もあり香川真嗣を期限付き遺跡で獲得した。2019年6月からの4年契約でトルコ代表監督に復帰した。ありがとうございます。